これから青森の技というタイトルでお話しするわけですが、与えられております時間が1時間半。考えてみますと、1時間半でどのぐらい話ができるかなと思っていまして、と言いますのは、一応展示しているものとの一つの分け方と関連するんですが、この工芸という分野では7つの項目が大体こう主題があるんですね、陶芸、染色、木工、玩具、金工、ガラスとこうなっているわけですが、これ全部一応そういう展示してますか、それに関係したことは述べざるを得ないと思うんですけれども、その一つどの項目から言っても、青森県の場合は1項目だけで1時間も何本もかかっちまうんですが、そういう意味では端折った話でいかざるを得ないと思いますので、あらかじめそのことをご了承いただければと思います。それで早速に入りますが、まず最初が陶芸、焼き物ですね、なってますが、実は青森県はこの陶芸の方は、焼き物はあまりパッとしたものなかったんです、古い時代はね。と言いますのは、その焼き物に限らず、これはよその方にも共通するわけですけれども、普通いうところの伝統工芸というのの伝統というのは、その土地、住んでいる土地のいろんな条件、いろんな要素を取り入れて作り出していくものが伝統なんです。それともう一つは、その土地の人たちが、暮らしをしている人たちが求めるものに応えていくっていうのがあるわけです。ですから本当は正しくはって言いますかね、戦闘と伝承っていうのがあるわけです。ですから、この伝統と伝承がともすればごちゃになってしまっている面があるわけですけれども、その点はあらかじめ伝統と伝承ということをこうどっかに置いて聞いていただければと思います。で、その陶芸の子ですけれども、いろんな歯の記録とかそういうものからいきますと、青森県で一番早くからその陶芸やったのは、これは何といっても縄文時代からやっているわけなんですけれども、だけども、それは別として、普通のみんな言うところの一般的に瀬戸物としゃべる分野のものでいきますと、古いのは今弘前市に帰入になっているんですが、元は石川という石川村とありました、大和の弘前寄りの方にね、そこに大沢という場所がありまして、その大沢に窯ができて、大沢窯という焼き物が最初だったわけです。と言いますのは、その周辺の土地から焼き物にふさわしい土、粘土が出たという、鉄分がちょっと多かったんですけれども、それともう一つは、その焼き物にの材料になる石も取れたんです。でもちろんその周辺は非常に県内でも質のいいというか、それと硬度のあるいわゆる硬い石が取れたんです。それでそれが露出している部分が、川では当然露出しますね、そういう石があったところで石川という名前がついた。そしてもう一つは、その石のが山のところにはこう、崖っぷちになっていて、こう削られた部分に露出しているのが、青みがかった石が、いわゆる青み影みたいな石があったわけです。
で、その石の肌が魚のサバに似ているんで、サバ岩っていう、今でもありますね、お金のところに。あ、サバ石、サバ石って呼んでいますけれども。そういう具合に、早くからそういうのが、いわゆる材料になるものがあった。で、それを使って焼き物をやったんです。ところが、まあ、それが長く続きませんで、その大沢で修行した焼き物をやった人が、大沢で採れる土と、それからその技術者が弘前に移ってきまして、これも藩の一つの、津軽藩の一つの支えもあったわけですけれども、その人たちが職工も含めて始めたのが弘前の下瓦焼きになるわけです。あの、桔梗の下のところが下瓦と言いまして、いわゆる津々川の条例ですね。それでそれは、初めは藩の、運営によって名付けたわけで、主として最初は、その大沢の三杯酒の方が取れる陶石、それを使って、いわゆる磁器物ですね。陶器でなくて磁器物を焼いた。それは藩の御用釜としてスタートしたんです。ところが、その御用釜として、そこで作られたものは、ほとんど藩のだけで使って、一般には行き渡らなかった。それで一般にも行き渡るようなものを作りたいという願いがあって、それでその土、それに耐える土が出るところを探した結果、見つかったのが、悪道。まあ、これ悪道という場所が必ずしもそこで作られたものでなくて、悪道の周辺に大木田、青柳という、集落がありまして、そこで初めは作ったのは大木田八木、青柳八木という名前であったんですが、その悪道に住んでいた石岡林部という人が全部その製品を集めて出荷した。そこから、悪道焼きっていう名前が来たんです。はじめ知らぬ人聞けばね、この悪道の、足の方の悪道だ。なんだかさ、悪道の要求で物来ば、まぐねえなっていうような話まで出たことあるんですが。まあそういう、あれがありまして、ですから、総括して悪道焼きって言われてますけれども、よく見ますと、その悪道焼きと言われているものの大木田で作ったものと青柳で作ったものとはやっぱり違いがあるんです。まあそれが区別なくなってしまっているようですが、それがまあ大体津軽における初めの頃の焼き物であったわけです。で、南部の方はどうであったかと言いますと、南部は南部藩領でしたから、南部藩の中で一番焼き物が盛んなのは久慈だったんです。岩手県の久慈焼き。あそこの取れる粘土、土は、東北でも全国的に見ても非常に質のいい、伸びのある土だったんです。粒子が細くて。それで非常にまあ、久慈焼きは重宝がられたわけですが、それをまあ、県内の人たちは使っておった。だけれども、やはり、地元でもということがあって、それで、できたのが、蟹沢という場所に、釜を作って、蟹沢、まあ、はじめ日のこの人たちは蟹沢って言わないんで、ガンジャ、ガンジャって言ってました。蟹、船から取れる蟹の沢って書いて、ガンジャヤゲという書していましてね。それが、大正の初期ですね。大正の初期に、その釜場のあったところが、浄水場になったんです。水源水から使ったんで。それで水没してしまって、釜もなくなったんですが、そのガンジャヤゲがあった。だけど、まあ、その久慈焼きのものを使えたから非常に多くの人は間に合っておったという。
そういうようなのが早い頃の状態であって、でそれがだんだん今度近代でもいろいろ場所が発見されたり材料が見つかったりしていくつかの窯ができましたが、その中でも、ある意味では特徴的なのが青森の諏訪の沢焼きですね。これは陶器でなくて磁器だったんです。そのなんでそれができたかと言いますと、これは明治以前からあったんですが、弘前の百石町で終わり屋という瀬戸物屋がありました。その瀬戸物屋で大きく集まったのは、その頃扱った商品というのは主として昔はとっくり、よく弁貌とっくりと言いましたね、一生入るわ。それが一番まとまって売れるわけです。というのは醤油屋とか詐欺屋では全部用意して、しかもお客が昔の商法というのは今のクレジットの代わりに届けて台帳に載せて原本に載せてもらって、そうすれば原本に基づいて番号をあんた何番って教えるわけです。そして詐欺屋だと佐賀とくりに何番って番号を書いてくれたもんです。それがカードの代わりになったわけですよね。ですからそれために非常に酢の名も書いてない、ただ山をだけ入ったものがとっくりが非常に売れた。それでそれを早い頃は近いところでも山形県と栃木県の間に平清水という場所がありまして、その平清水という釜場で作ったものが多く使われておった。ところがやっぱりそれは当時の輸送手段とかそういうものから言って非常に不自由な点もあって、地元でなんとか作りたいというところで探したところが、それに似合う材料糖度が出たのが諏訪の沢であったんです。これなぜかと言いますと、今は団地が富山団地なんかになってますけども、富山の砥がこの砥でしょ、昔はこの砥であったんですね。でそこにある山が鳥取山といって、そこでは良質の石が取れたんです。そしてこれはまあ後で菅野家との関係も出てくるわけですけども、その良質の百合が鳥取山で取れた石が、元は北前船でもって積み出された砥石として使うために、しかも砥石には荒と長と仕上げ戸って別だ、その中で長戸の非常に長方柄で石が取れたんです。その石を使って非常に有名になったのが若狭塗りですね、塗り物で。それからその他その塗りの材料になるものはもちろん津軽半島で取れる火場、生地を作る火場ですね。それと塗りに使うののあれが、今別に赤岩っていうところがありますね、天然記念物に今指定されてますが、あれは勝手っこで、あれを砕いて粉末にしてやると、いわゆる煮塗り、赤色になるわけ、塗りの。その材料を使って大掛かりに塗り物を作って有名なというのは輪島です。輪島塗りは生地は津軽半島の火場を使って、それから塗り物の赤色は赤岩のあれを使ったんですよね。それでは飽きたらず、今度は能登半島に火場を移植して
今でも能登半島にはひばりがあります。そういうようなあれであった。それからそのもう一つの京都の若さの塗りは津軽塗りと同じように研ぎ出し塗りですから、研ぎ出すためには砥石がいい砥石でなきゃいけない。そのために必要であったのが重宝がれたのが青森の富山のやる鳥取山の砥石であったんです。まあそれでその鳥取山の砥石が石が風化して砕けで、それで締め切りを持てば粘土になりますね。それを使って焼き物を焼いたんです。まあ窯元がその日兎の終わり屋が窯元だったんですけれども、そこで焼いたものを使った。それは日兎だけでなくて青森にもそれを使った酒屋がありました。ワンダという酒屋でしたが、そうま、ふざぐみ通り、今何だかのガソリンスタンドになっていますが、角のところ、ガソリンスタンドのあった場所が、丸は、和田っていう、丸和で、角和でやったら、角は、和田という醸造元がありましてね、そこでもうやっぱりその、諏訪の沢焼きの、とっくりを使っていたものです。そして当時はそのとっくりを持って、それでもう一つは通い帳、二つ持って金具揚げだ、そうすればその金に五合って言えば五合入りで、それで元町と合わせで元町の方にも何日何合の人が何番の人が詐欺何合とか書いておいて、そしてまあ、通い者も会では出す。そしてまあ、今度は、次払いですか、次、月末になれば、それを集計して、それでまあ、金こさかけ出して、いわゆる請求書ですね。だから昔は請求書って言わなかったです。何と言いました？記憶ありませんが。かけ出しって言う。元町から、かけ出すからかけ出しなの。ね。そして、まあ、支払いをする。これ今のクレジットカードと仕組みは同じでしょ。ね。そういうような、生活があった。まあ、財の方になると、それが、次払いでなくて、この年払いになるところもあった。年払いが多かったんです。いわゆる、そういうような形で、まあ、ですから年払いの場合はある意味では普通の値段よりも利息が何ぼかかかるんですよね。それで商いをやって、その払いができなければ物でもらって、田んぼもらったり畑もらったりして、地主が大きくなっていくし、それからその利息団の集まったもののためにおいて、今度は逆にそれを貸す金融業が、庶民金融が始まって、それがその後の頼もしい公になったり、無人になったり、銀行になったりするんですよね。だからそこの、まあ、締めくくりをやる人が、まあ、金、人の金で、まあ、もげるわけですけども、だから、天派にするわけだ。だから、トウドレって言うでしょ。俺はピンハネということですよね。アドマハネいるんだ。あれだけはその時に今でも残ってるんだ。だからね、いわゆるその、それが発症したのが、そういう形で発症しますから、いろんな事柄がその当時の世の中の仕組みとか、暮らしとか、そういうものが、いわゆる伝承されているわけですよ。そういう目で見るっていうことが、大事だと思うんです。まあ、その他、この、まだ、値段のいろいろあるわけですけども、さっき言ったように時間がないんで、今度は次が染色になるわけですけども。まあ、染色は今、非常になんだかんだで、
蘇民の方よりも食の方のあれで盛んなようで、その展示祭というのも非常に出てますが、まあ主に古弦が目立つようですけども、この染色というのはもともとあの基本は藍染めであったわけですよね。で、藍染めの藍はあれはもともとこっちにあったもんでないんです。日本にもあの東南アジアですよね、あれ亜熱帯の植物ですから、そっちにあったのがだんだんこう移ってきて、それで国内でも藍の栽培がなされたわけですけども、黒鉛があの残されていたものから分かったんですけれども、平内町の当時のうち当時が大体藍栽培の黒鉛であったようです。というのは、まあ、私も実際現物を見たんですが、そこから取り出藍で作った藍玉なんかが最近まで残っていましたから、これ確認できるわけです。で、これはどこの世界どこを見ても染めの最初は藍が多かったんです。共通しています。で、特にこのその染めたものを身につけている状態を見ますと、仕事着に多く見られるんです。それで、その藍で染めたというのは、実は藍の染め物は非常な効力があった。どういう効力があったかといえば、藍の色と匂い、これを嫌ったのがデコヒビだとか害虫、そういうのがあの嫌ったわけです。ですから、そういうのを払うためにも藍染めが流行るわけです。ですから、戦後日本へあの輸入されてきて、非常にみんな騒いだ絶版の藍でしょ、アメリカから。アメリカはアメリカ開拓の時に、開拓者がそれを身につけなければ仕事ができなかったわけです。そういう具合にしてなって、まあ、そういうのがあの日本にも入ってくる。例えばここに持ってきましたのが、これはミャンマーの古い霧をで作らせたものなんです。私霧が手に入ってから、これ染めです、あの織りです、織り柄です。ところが、この藍が日本に今度入ってきて、それを元にして染めるんですけれども、染め物っていうのは、まあ、皆さん経験なさっていると思うんですが、湿度とが非常な影響を与えるわけですね、色を出すためには。で、日本はどうしても湿度が高い土地だから、日本から南の方に比べますと、あの湿度が低い方に比べますと発色があの濁るんです。それで、その濁った発色をもっとあのみんながあの素晴らしいと認める色にしたいというので、日本なりにいろいろ工夫して作り出した染め色があるわけです。それが紫です。紫の色だけは世界各国でも日本が一番優れている。だから紫といえば、日本は昔から高貴な色としてあの見ているわけですがね、そういうあれがあったわけです。それで、同時にその染めと一緒にあの日本に伝わってきているのが織です。で、織の元になる、いわゆる織物の元になる糸、糸の元になる原料って綿が多いわけですね。綿だって南方から来たもんでしょ、うん、そして日本では今の福島県が大体綿栽培の北限であった。あ、それが下の方はなかったわけ、栽培できなかったわけですよね。それで、その綿に代わるものとして、その織物の材料に青森県で使った、多く使われたのは野生の麻、カラムシと言いました。そのカラムシをあの繊維を
糸にして織物をやったんです。それでまあ圧倒的に多かったのは麻ですけれども、ですから三内丸山の遺跡が出たあれでも、あの時のそのいわゆる縄文の人たちが、時代の人たちが身につけていた織物っていうのは、そういうカラムシとか、それから麻とか、その他木の皮、木の皮っていうのは、木には皮は三層になっていますね。表皮、表と、それから中と裏と、もっと全然近い、三層になっている。その中の皮を、取って、中の皮をやると、繊維になるんです。それは、どの木でもっていうわけじゃありません。そういう繊維になる木を見つけて、それで織物をするわけです。それが、一番、優れたって言えば、信濃木なんかが、そうなるわけですけれども、そういうものを材料にしてずっと、しかも織の技術もあまり優れてなかったという優れなかったんですが、太めの繊維で作って、一番そういうのの代表的なのがアイヌの人たちが使ったアツシ、名前の通りアツシですからね、ゴワゴワしているわけです。そういうものを使って織物が始まる。ところがその織物が始まってくるわけですけれども、それを結局仕上げて、それで身につけるものを作るわけです。ところが、夏は麻とかカラムシで織って、着物にしても、夏はいいわけです。風通しくて、汗かかなくていいわけですけれども、今みたいな冬になりますと、寒いわけですね。暖を取れない。暖かみを取れない。だから、どうしてもその暖かみを取るものが必要になるわけです。それともう一つは、どういう、織物であっても、使っているうちに傷むわけですね。その前に、その傷むのの切れであっても、その南方から伝わってきた、のが、その織の技術、染めの技術と同時に、織の中でも、柄織が弾いてくるわけです。無地で織ってるのと、柄をつけながら織るのが。それで、こういうものを日本にして、日本的な工夫を凝らして生まれた柄が、かすりです。かすり織が。そしてそのかすり織がずっと普及してきて、それぞれの土地の特徴を持ってやるわけですが、それともう一つはその織と柄と、それから生地といいますかね、染めというか、そういうものをこう合わせて考えた場合に、その織物の中、柄の中でも織り柄、織った柄と、それから染めた柄、染め柄、手書きで書いた手書きの柄といろいろありますよね。それから染めにしても絞りとか、またいろんなその技法によってこう名称とかそういうものも変わってくる、そういうこともあるわけですが、ところがどっちにしてもそれを使っているうちに痛みが来る。それで痛みが来たところで、それがそれをすぐ捨てるわけにはいかない。とりあえずは、その傷んだ場所を補強する。別の切り子は出がって、補強しますね。で、その補強する場合には、その刺し方を、ただこう刺しますから、これをズブ刺しって言います。ズブズブと刺さはんで。ところが、人間の知恵というものはそこで素晴らしいわけですけれども、もう着物なら着物、仕事着を作って、作った段階、新しい段階で痛みの早が来るところ分かるわけですね。
肘だとか襟だとか、それでその新しいうちに使う前からそれをあらかじめ今度は補強するわけです。こうあらかじめそこにともぐりあれで刺しとかして強めておく。ところが新しいものさ、ただズボズボと刺しただメンパは汚れないわけですよね。だからメンパ、メンパを良くするために今度はあのガラ雑誌を考えるわけです。そうすればまあ模様みたいになりますからいいわけでしょ。そのガラ雑誌の非常に発達したと言いますか、整備されたというか、それがで有名になったのが津軽の古芸なわけですね。ところがそれでまあ古芸が有名になるわけですけれども、それが津軽で古芸が有名になっているようなものが出来上がるのが実は江戸末というもう明治に入ってからなんです。それ以前はそう普及したものでもなかった。むしろそれ以前はその麻とかそういうもので作ったものに冬になると保温のために下さば襦袢とかいろいろ着るわけですけども、その襦袢は表に現れませんから、それこそよく冒涜したって喋りますね。傷んだもの、しかもそれが木綿のものであれば非常になおいいわけですね。そういうことでその北前船の時代から北前船で向こうから詰め込まれてくる品物で一番重宝がられたのが古着であったわけです。その頃は古着っていう名称でなくて古手って言っちゃったんですね。でちょうどね、北前船が出発する港っていうのは住吉なんです。神戸の近くの住吉神社まで有名な住吉の港からスタートする。そしてまあ瀬戸内海を通って下関海峡から日本海へ出て北へ行く、それがコースであった。それでその頃江戸時代から日本の古手の集まる場所、商売の中心が神戸の明石であったんです。そこで集められたものを船積みして運んでくる、それが非常にまあ一番売れたわけですよ。そしてさらにそれが古手のものがどういうただ着る形でいたんだもんでなくても、やるボトキリでなくても、こだって小半端の小さいキリでも重宝がられたんです。で特にその地盤とかそういう大型のものは傷んだところです。いわゆるズブ切り輪でがってズブ出せして中に下着にして、それではまあ普通のあれを朝でやったものを着ておったということになるわけですけれども、まあそういうので暮らしをしてきたわけですけれども、その中で今度はやはりだんだんそれをやってるうちに自分たちの、まあ、見栄えのするものを作りたいという気持ちがあって、それでまあ織では無理ですからっていうのは、さっき言いましたようにアメリカの場合は木綿がないわけですから、朝では織柄っていうのはそう出せない。これは繊維の関係から言ってもね。それで朝の字に何か柄をつけるためにということで考えたのが柄刺しであったわけです。刺すっていう、その刺す糸は当然まあ木綿の糸なわけですけれども、まあその
これは買わなきゃいけないんですけれども、切り買うよりはまだ買いやすいわけですね、値段が。それでまあそのもみ糸を買って、そしてまあ刺すわけですけれども、ただしその場合の刺す糸も何でも同じものではなかったわけです。昔は刺す糸のこと金糸と言いましたね。それで刺す切れの目の状態に合わせた移動なんです。ですから目が荒ければ移動何本か寄って刺したものなんですよ。まあそういう具合にしてだんだんそれぞれが工夫して思いついた柄を生み出していくわけです。でそれをその技術をまあ、ここでやるわけですが、その場合に共通していた一つの言い方があるわけです。それはまあ今みんな馴染んでいるあれは柄古銀座市という名前で言っていますが、元は古銀座市という呼び方でなかったんです。刺し古銀という名前だった。刺し古銀もともとは、それはなぜかと言いますと、どこから来たかと言いますと、でかけばこうなるわけです。小幅の切れ、この切れは切れですね。または小犬と言います。小犬、まあ小幅があるから当然大幅っていうのもあるわけですね。この小幅と大幅の違いというのは寸法の違いにもあるわけですけども、布を織る旗の違いなんです。昔は旗織っていうのはいわゆる食器、旗織りの機械なんてなかったわけです。いざり旗と言われましたけど、座って足を長めで座って足の親指さ、こう糸から目で紐から目で、それでそれを引っ張ってこう糸を運んで、そして締めていく、いわゆるその目幅の分しか寸法しかできないわけでしょ。だから小幅になるわけです。でその後今度は高畑といって、立って食器、いわゆる折り木ですね、あれができて大幅ができるようになるんです。それでその小幅の切れを折って、そしてその小幅取っておくわけです。で取ってまあそれを染めたりして使うわけですけれども、その場合にその小幅の切れをただ取っておくんでなくて、あらかじめその切れに、柄刺しで刺しておくわけですね。いろんな柄を、それをかだこと言いました。これはね、最近まで材の方行けばかだこったもんですよ。いわゆるその切り刺した状態のものをかだこと言った。でそのかだこをあてがってビザ切りをつけて、袖だとかそういうのをビザのつけで仕上げるわけです。だから古銀のまあ今回出てる写真、ものの写真でも、こうなってるでしょ、袖だのが。それからまあこれが、ね、裾の方だの。で、実際、柄ついてるのはこの背中の部分と前身頃のとこだけなんですよ。ね。だからその、アルカミ作っていた切りを、こう、硬さかければ、で合わせればできるわけです。ですからこの
小判場の切りは大人の切るものでも子供切るものでもほとんど変わらない。それをあらかじめ作っておいたんです。でその作るのは例えばあの百姓ですと農繁期ではとても構ってはいない。冬の間やるわけです。でその冬の間も各家庭でやったんでないんです。当時どこの部落でも若者宿っていうのがあった。若者宿。そこに一定の年齢になればその部落にいるその年齢に達したのが男女別々で集まったわけです。そしてその場所によっては男の方は泊まりがけずっと合宿して、つまり一番その合宿が多いのは漁師の海岸に入った方ですね。そこで合宿しながら漁の仕方、船の漕ぎ方、そういうものを習うわけです。それが女の子供たちは合宿しないでうちから通うわけですけれども、そこでそれは手仕事をやる、料理も含めて。例えば、妻の方では木の汁を作る方とか、なんで木の汁の思い出、郷土料理で最近出てますが、本当には手抜きのもんばかりを着てね、いかにカルポのやめこひだかっていう、昔は嫁の、力量を測るね、あれこひはひばいわけですよ。すざみが細ければ、これは働くもんだと。ざっくばらんだのはあれカルポのやめだと。今何もみんなカルポのやめだいたのばかり出てるし。まあ、ついでに申し上げますと、あれも、あんじつきが、浜あじと、岡あじと二色あったんですよ。わかりませんか？なあ、そんな強いんだよな。ついで、ついなんも無視して、今、郷土料理って、郷土投げますよ。例えば、浜地の青森で、小平焼きの汁は、豆が入そのまま入るんです、根で。ひよさげとか、なめばからのごになれば、お汁、いわゆる豆下の入るんです。ね？違うんですよ。だから、ちょうど腰が近くなれば日先のあの家具張ったところのあの土地までの鳥さ木の汁の戻ってきたもんだんだ大豆で、そりゃその下豆木の汁の戻って今して郷土の間で売ってるあれどっち使ってます？豆でしょ。まあ、もちろん食い物で行けばもう一つだ。ついでだはね。あれですね。ジャパンジルも、ハマージドウガンジドウある。これわかるでしょ。ほら。オガのアンジはね、アゴイの人来ば、くんどくて買いねえもんでった。油ね、強くて。殻の油を余計。っていうのは、タラが前、ジャパジルの代表ですよね。今だば、浜さん上がったのは、すぐトラックで、冷凍車だろで、持ってきます、本車とか。昔は馬車でしょ。時間かかる。鮮度が落ちる。それさ、小麦臭くなったりするわけだ。それを抑えるために、安全を訓読するんです。つまり、鮮度があるところは、あっさりやるわけだ。なんで、ジャパジルってやつと一言で喋るけど違う。まあ、出社で出す寿司屋もあります。俺に残念ながら。看板にインド米って書いてる。なんで青森でインド米の寿司なんですか。もともとインド米っていう名前がついたのは、インドの米の海から取れるものを使ってるからインド米なんですよ。ね、芝あんまりねえでなんで言うと芝巻くなくなった材料もしてるの
知らねえって強いもんですよ。だから非常に最近どこでもあのね料理が郷土食だなんて騒いでいるけども、そこまで考えているのかって言いたくなる。いわゆるあの名前とかジャパゼルとかキノシルっていう一つの名前は名称は伝統されているけども、完全の長めの伝承がなくなっている。そういうのが日一で行われるようになりました、残念ながら。まあ話は忘れてしまいました。まあそういう具合にして、その宿で今度みんなが話し越しながら、本当にね、皆さんおそらく小便さす場合に一生懸命目感じてさせていると思うんです。無事になって本当に昔はね、話し越しながらというのは、柄の一つの寸法が木綿糸の一本分なんです。木綿糸の単位、後でご覧なさい。あ、今出てるのはそれ何も考えてねえからが多かったな。残念ながら。そしてこう話し越しながらやってもいい、あの、春めなくなるだけいけば、抜いて、すぐさいけるでしょう。今一生懸命、単に肩こるっていうのはね。そして、その中で今度、それぞれが新しい柄を見つける、刺すわけです。で、それを分け合うの。ね。そして柄が、約、今は、ちゃんと言えば、何種類、200柄あるでしょう。そういう具合になっているわけです。それで、まあその、若者の宿がその後あの変わってきて青年団になるわけで、あの戦争の状態が強くなってくればそうなっていくわけですけども、だから今でも下北だで、あの揚げ祭りだの祭りをやるのは若者が主体でやってますね。昔はその若者の宿が中心になって、あの祭りだのもめらしくたもんでした。なんで宿の制度っていうのが水害にしていろんなことを生み出しているわけです。それともう一つは、あの一緒くたに古言と言いますけども、その古言もあの地域に特徴がありましてね、西古言と言われている。これは広作業を中心とした柄です。それから東古言、これはまあ、波岡とか呉市とか、そっちの柄。それから三島古言、これは金城を中心とした地域の柄で、やっぱりそれぞれが、特徴あったんですよ。だからその着てるのを見れば、あれはどこの人だと、わかるわけです。まあ、看板書ってやったもんだわけですがね。そして名称はさっき言いましたように刺し子弦と言ったわけです。それが戦後ですよ、子弦刺しっていうふうになったのが、ちょうどあのほんですね、ねぷたとねぷたと故障が分かれた頃からだな。あ、何で分けたのか。そういう具合にね、あの自衛的に変えられているわけなんです。でまあ、そういう具合にしてこの古言の方も、生まれてきたわけですが、ここにある本、昭和18年に発行された、最初に津軽の古言というものを紹介した本なんです。書いたのは村岡景夫という人なんですが、これ、まあ、京都の産業大学の教授をやって、その後東京に帰ってきて、それで東京民芸協会の会長なんかやった人で、でなんでこの古言を書いたかという、この人の奥さんが
青森の出身であった長尾という浦町に長尾という医者様、ああ分かるでしょ、そこの娘さんだった。で長尾の医者様って有名でしたね、市内でも。でそこではあの乳牛もやって牧場もやったんです、長尾で。で牛乳、その頃は牛乳って言わなかった、牛乳、牛乳って言ったんですよ。まあ地で居場所になりますよね、長尾の牛乳屋って。それでそのお母さんで一緒になった娘さんがあのいろいろ刺し子犬に関心持って預けておった。そして嫁入りにした時にそれも持っていった、コレクションを。それで鍵尾さんも関心持ってそれに日帰りで調べてまとめたのがこれなんです。これでちゃんと刺し子犬となってるんですよ。いろんなね、藁があって。で、この藁でもの名称が、まあ、それぞれ、その時はその、宿で話し越しながら、あらしのえば、そう、うん、この藁子なんて名前こつけだろうとかって、みんなで、うん、そりゃ花子だとかなとかってやった。それで、柄がだんだん競争し合うところで柄が増えていくわけです。ところが一方、その競争がなかったのが肘出しの子なんです。肘出しは、あの技法が出るのは、古今よりも後なわけですけども、やっぱり南部の方でも朝栽培して、それが移動を取って、しておったわけですが、身につけておったんですが、はじめやっぱりあの木綿糸で刺しておったんですが、それがあの糸を待つ糸の終わり頃から端の日と函館との小入りが生まれるわけです、港として。それでその時に函館から端の日さ持ち帰ったのがキット。キットって言われるやん。わかりますか、キット。モンスター。ね。九州の好きな赤毛糸という言葉もある。函館ではご承知のように、あの幕末のから開港して四国艦隊だろうもしているわけです。で教会ができたり、もう明治になる前に写真屋もできているわけですからね。だからあのロシアからそのキットの入って、それでまあそれも売りさばいて、それをまあキットの歯切れとかいわゆるその手になったものとか、そういうのは貴重品だけれども持ち帰って、それが非常に重宝がられるわけですよ。でもちろんそのあの血統屋はこれまあ昭和になってからもですけれども、青森にもいました。茶屋町にあのおいで、その毛布でやれたもんでしたと思って、それからもう一つはあのパン屋、ロシアパン作って、これも市内フレーでした。記憶がありませんが、あるでしょう。みんなそういう場合に、それからあの朝鮮から来た人は飴売りやったんだ。そういうね、でその人たちがまとまって住んでいた場所が実験所と言われたりしたわけですよ。で実験中だけでねんだ、その一帯に青森では唯一の中川っていうキッチン屋もあった。2階建てで、それで夕方行くと見に行くと水の外で沈んだのはあのかまどおいで
マグネクンベで水図して言うんです。だからもともと口にヤドチューなのはヤドチューでなくて、そのクンベと対談マグネマグネの人工とったはで口にです。キッチンだば料理だけども、キッチン宿でなくてキッチン宿ね。それだけあのやる角付けとか、あのそのやるフレグリの人たちが本部から思いさ必要だっていう印ですよ。そういう旅館宿が成り立ったわけですから。それが今港町になっちまったけどもね、そのあった場所が、まあそういうことがありましてね。それで初めの人たちはだったきりでもそのキットのそれをほぐして井戸を取って、それでから刺す土瓶にそのキットの井戸も加えたんです。だからあのひすだしには揚げ体のついでるでしょ、古いの。あれは木綿糸でなくて、こぎりは木綿糸だけども、あのキットの保護したいとこうやったんです。非常にまあ必要になるわけですね。ですからさらにそのあの触れてるものが傷んでしまっても、霧を小切り取っておいて、それを裂いて、それであの折り糸の代わりに折って裂き折りが、だから裂き折りでしょ、裂いた切れでやるから。そこが先ほどの作っているのを見ますと、裂き折りでなくて切れ折りになってますね。木でこう裂かねんで刃物で、あれとんでもないことです。手で裂くっていうのはあの折り目に沿って裂けるでしょ、だから丈夫が残るんです。吸ってしまえば折り目に関係ないんです。弱くしてるの。分別にね、やるって言っておけでしょうの。ね、そういう具合にしていく。ところが、保険と日差しの最大の違いっていうのは、材料は寝てるけれども、違いは差しの仕方ですね。いわゆる目を数えて刺すのは同じだ。それが、小銀の場合は、分数だし、奇数でしょ。1、3、5、7っていう場合に。向こうは、分数です。分数ですから、1のまあ倍数になるわけだ。いわゆる小銀のね、だんだん柄が大きくなるわけです。柄が大きくなるために展開ができないわけです。小銀の場合は柄が小さいからつなげやったり展開ができるわけでしょ。だから日差しの場合は柄はあの30何種類しかないんです。そういう違いがあるわけです。しかもそれに今度は不安で普遍の場合の柄の名称を見ますと、まあそういうことに遊びの柄があるんですね。カチャラズズ柄なんです。カチャラズ。わかりますか？カチャって言えば、裏でしょ？刺し方によって、あの刺しの裏みたいに見えるのがある。これは裏でない。カチャラズだと。それからもう一つは止まらずっていう名称があるんです。こうやってそれでまあ最後でつばめでるかといえばつばめで寝わけです。まだ続くんだよっていう意味で止まらず遊びですよ。だからこれはそういう遊びっていうのは一人で考えてやるんでなくて集まってやるから遊びが出てくるわけですよ。だから名前一つ一つ見ていても楽しみますよ、小銀の場合も。間の目だとかね、ただあの中で小銀の刺し子で刺していな、一番運転が上がると言われているのが鞘形。
この猿型っていう柄はあれは柄でいくと昔は柄にも位やったんですよね。柄になくてらそこで行くわけで猿型っていうのはある位以上でなければ衣装とかそういうの付き合いなかった。よくあのテレビであれあのなんだ裁判でねお奉行所の奉行が座っている後ろのふすまの柄みんな裁判でしょ。そういう場でなければ使われなかったんだ。でもちろんそれから紋章にも位があったわけですよね。やっぱり一番位高いのは菊、十六花瓶の菊。菊の次は、霧ですね。菊霧って呼ぶやけども。それからボタン。青いは飲む。それはその下ですよ。目どころもこれやるけども、だね、これは、天皇家は結構ですからね、一族は花瓶の数違うだけで、二番目は今度はこの辺、そこはそこは間に食い込んだのが豊臣秀吉が結構の腕な記事のやるわけですね。それからボタン、これはこの池、それでこの池が非常にこの池にこう工作してこの池のご機嫌を取り結んできたのが津軽藩でしたから、それでこの池がその、一生懸命奉仕してくれたのによって、そのこの池のボタンの門を使うことを許した。それを喜びで、僕は喜びなわけですよね。青いよりもいいんですから、それでねぷたさつけたわけです。ボタンの門ついてるでしょ。ボタンの門を使うのをこの絵が許した大名は3つあったの。津軽、伊達、薩摩、あとは使えなかったんだ。だから今ねぷたの甲羅のとこさ、それのボタンの柄っこ書いてるけど、あれ分かって書いてるんだけど、そういう言われを。まあねぷたはね、もともと京都から始まるわけですから、これまあ喋りはいずれも名前なのかね、あれですけど、まあそういう具合にして柄とか、それからその、身につけるものとかが、こう、生まれ、伝えられてきているわけです。なんだいうか、次見ながらやねんな。次は木工ですな。まあ木工は、まあいろいろありますけども、木工の中でも、ある程度、皆さん関心もあって、てか何でしょうな、こけしとかそういうものだかと思うんですが、そのこけしは爪の家具が木工で一応今回出るのが、揚げ火材部今狩りだけ揚げ火するこういうものが出てますが、まあ、ゲビゼルの財布のカゴだの出てますけども、あれは津軽藩の一つの内職奨励ということが政策を取ったことありまして、その時に身分の低い侍に内職を勧めたんです。内職して生計を立てること、でその時やったのがだけ温泉がある。ダビウオで、アゲビズルの籠とか細工物を作ることを奨励したんです。で、それだけでないです。曲げ物とか、
そういうものを作る場合に鶴物ですね、それから竹もそうですけども、そういうものを材料として作る場合に非常に大事なのは、うまく曲がるかどうかですよね。形が出るかどうかで。だからそのためには一旦乾燥したものを戻さなきゃいけない。戻して同時にこう健康な状態にしなきゃいけない。それには一番いいのは寝る前につけることだわけです。ですから大体曲げ物とか鶴細工物ができる場所は温泉地ですね。温泉地なんです。そりゃただねぶだ丸だけでなくて材料の生かすために場所を選ぶわけですよ。そしてまあそれを編んで作ったわけです。まあ、そこからいわゆる大体青森県内の木工が始まるわけですが、ただそれと釣るものの他にこれある意味では青森県がもっと今見直ししてやるべきそういう作業物っていうのは板屋材具だと思います。板屋の木をのあれを削いで、そしてこうマサみたいにして薄くして、それを材料にして家具を編んだりする。板や家具、これ青森ではそんなにですね、南部の方では今でも一番まあ作られたのはタコ信号の方が作ったわけですが、これはまだ優れたものだったんです。それとそういう作業物では、例えば材料を生かしたっていうか、昭和になってからですけども、今の奥入瀬渓流の入り口の焼山に ブナの木を材料にしたベニヤを製造する工場のあったの記憶がありませんが、あるでしょう。今は何年か温泉でホテルを建っていますけども、そこにね、ブナを八甲田山中のブナを防犯にする技術があったんです。それでその技術が日本で一番優れておった。でそれを使って戦時中飛行機作った。ジャンバルカは飛行機を作った本番に半で送られたんですけど塗って戦闘機をね、それは敵が警察に来れば飛行機あるのまだあるっていう、それを保持するために作ったんです。それから同時に矢板の今の汚水処理場ありますね、木部から埋め咲いたところの、あの場所に木工木造船の工場があった。青森木造船会社がそこで船も作ったんですね。そういう技術が優れたのがあったんです。それが戦争終わって、それが結局まあやめになった。つまりそれをやる伝統を受け継いでやったのが青森スキー、ベニヤスキーが世界的に有名になったでしょ、ね、それともう一つ、その技法のある部分を基本的なものを取り入れて、昨日工業試験場が上倉所長所長の時にそのあれを取り入れでやったの、開発したのがブナコ。ところが実はよく探ってみますとね、そういう木をとか鶴とかそういうものを、まあ竹もそうですが、使って編んだもので仕上げて、これはまあ濡れも関係するしたものが団体式ですよね。縄文時代からでしょう。あの手法は早くからあるのが残っているものを見ますと朝鮮です。
朝鮮でそういうのが流通があって日本に入ってきて、そして今独特の非常に古い歴史があるわけですよ、この木工に関するあれは。それだけの木と人間の生活暮らしというものは非常に密着した状態にあったわけです。で、うはまあその青森独特の一つとして目曲がりだけあれ、まあ割とあの春の竹のこと以外はあまり帰って邪魔にするわけですね。とにかくそのことに行く人は目曲がりだけ邪魔にして、あいにかってくると角ごみねとか絡まってくるとかって、それでその根曲がりだけを利用して元はあのパイプ作った人いるんです。パネクラパイプという名前つけました。これは記憶ないでしょうかな。うん、あのそのタバコをこう、うん、ちょうどあのマッカーさんが釣った時からコーンパイプ腰へよく写真のあいぐやにね、寝曲がりだけのあの節のところ、あれをまあ使って、そしてあのサビコンの方でこう水口をつけて、これ考案したのが戦前青森県の師範学校の教員しておった志向の教で西舘っていう人が、西舘康樹っていう先生がおりましてその人が考案して作ったんですって生徒に。であれはまあ仕上げの時は砥石を使うわけですけども、あのこうカットしたところをギザギザに竹それ砥石で切らして、それであの師範学校の生徒の思考の試験といえばそれが課題だわけです。だから生徒がみんな一生懸命作って提出するわけだ。もちろんいいのはいい点数くれるわけですが、いい点数のものは全部集めて業者さんを下ろしてこれはまあ自分でこれやったんでいいんです。あのいろんなもんさ、それでね、非常に青森のパニクラパイプだけど量産ができないもんですから、それを売った場所は2カ所しかなかったな。1カ所は東海朝虫の東海と、もう1カ所は村田、ね、村田はあそこは元々県の商工部長やった人、商工は課長だやった人が退職前に辞めて店開いた人ですから、そういうコネがあってやった。それでね、非常に全国に知られたんです。とがそれがいつの間にかなくなってしまいましてね、それで根曲がりだけの使い方が今何もないんですね。まあ何ぼかカムダの編んでますけども、でよくもど安方さん伊豆場の魚いつばった頃、あそこさんはまた魚、カモダのサイリで持ち歩いた、いわゆる手がんは、あれはほとんど根曲がりだけですよね。今だも手がんは持ち歩くしていなくなりましたし、まあそれと、ついでなはねまだ思いついたか言いますが、安方のいつばで足らるような上がりなれば、タラは買った人はみんな縄付けで引っ張ってやるって、はい、なぜ引っ張ってやるとか分かりますか、指の上もうでハンディでも興味しないタラの水の柔かいんですよね。で柔かいだけでおろすに大変だわけです。まあそれよりもやっこいなあんこだけども、だからおろすに真ん間でおろさいにハンディつるすぐれするわけですよ。ところがタラの場合は焼け水を引っ張って餌を行くためついた頃に根が閉まってるのおろしやすいわけですよ。昔の人はの今だんだめだからこれやめなきゃ
どうそういうことだったんですよね。まあそういうぐらいにして、あのザルの家具が、竹の家具が大いに使われた。だから今はそれが、まあ、見えなくなりましたから、今ぐらいだけはまあ残りきれて、それである時に、あの市内の、紙の研ぎ合えてた人から相談を受けたことだったんですが、青森県でどうして紙作っていいんですかって、家具班が、その青森県だって作ったわけです。急速に紙すくざわって言われるでしょう。紙すくやったんです。これは一般が使うだけの紙はできませんでしたね。半札、半で発行する。あれはどこの版も版で作った紙にやってるんですよ。だから偽札だからどこかわかるわけです。紙塗れば。ね、印刷とかそういう状態で分かんでなくて紙で分かるんです。紙ならぬ目はとこなるわけだそれでね、今上がりだけで紙コーヒーだろうだって進めたんです私。これあるんです、中国で竹布って言って竹の、あ、竹紙、竹で作った紙、紙で一番竹の、今でもあの東京の紙の卸問屋で有名だ灰原っていう問屋は、で一番竹、わしは竹で作った。だからそれ作ったらどうですって、まあ実現しませんでしたけど、あれ惜しい、あれもすごい研究して、あの本業スケジュールは誰ででもねやって作ってみれば、そうすればあれだけあの函館さんにもどこでも根回りだけあるわけですから活用ができると思うんですがね。まあこれはあの枠のいらない話でしたけども、それとあのこの木工ということでいきますと、アメリカでまあ木工が特にあのログを使ったりした木工があの非常にまあ盛んになってくるのは、木工を使えばあのお椀とか皿とかそういうものを作るわけですが、これが津軽藩の四代の殿様信政の時に、信政という殿様は非常にまあ藩の将来を考えて各地からその技術を持った人を呼んで、そしてそこに住んでもらって定着してもらったり技術を伝えてもらったりして、あのそれを奨励した殿様であったわけですね。でその時に呼んで保護したのが木地師。木地師というのはあの木の木地をやる木地物を作る、ロブロを使ってやる、それをまあ、 あの非常に重要視したわけです。当時東北で木地師が集団として非常に今大ごったのが山形県庄内地方であった。それでそこからあの集団で青森津軽へ移住させたんです。そして移住した人たちが住むための場所として与えたのが山形村、黒石のぬるい湯の間、あそこも温泉ありますからね。さっき言ったようにそういう曲げ物とか傷物を作るにはあの水が大必要なわけですね、温泉。それで山形村っていう名称をつけたんです。それでまあそれで傷物を多く作った。でその傷物が作られて、それがまあ販売するので非常に役立ったのが湯治場であったわけですね。ぬる湯のあそこは青白い温泉が2つあるけども、それでまああのちょうど農閑期になると百姓の人たちがあの湯治に行って、そしてまああの湯治して帰る、帰る時はあの湯治めまいのお礼だとかいろんなものが
持って帰るわけです。それで、ね、そういうのを買って帰る。で、同時に、その子供たちは、値上げ来ねえ、ということで、出来てきたのがこけしであったわけですね。こけしという名称は、あれが継いだのは、大正年間になってからなんですね。その前はこけしという名称なくて、はいはいおぼこだとか、こけしぼこだとか、それぞれこう、産地によって名称が違ってやったんです。それをまあ、さっきのあの、こげの本のみたいに、先代の甘えという人が、甘え年やという人が、こけし、宝庫の話という本を出しまして、それでまあ、それが、こけしという名前を定着して、全体がこけしというのを使うようになったんですが、それで、その甘え富屋という人は、先代で醸造家なん、醸造。あそこで名酒で古い、天正という酒、酒こすれる人は上がっているかもしれませんが、天正という酒の醸造元なんですが、非常に、文化性の強い人で、仙台を訪れている文人を非常に、スポンサーみたいに、援助した人なんですよ。だから、そうですね、皆さん知っているので、その山井さんの非常に世話になった一人が、竹下夢二。夢二はもう、山井さんが非常に、まあ、経済的にも面倒見ましてね。そして夢二の作品だけでも、600点ぐらい持ってやったんですが、それが隣の宇治の感じで、類書で全部パー。手が重い系の関係で、甘井さんの世話になったのが下沢喜八郎。下沢さんが、だが先代に測るでしょう、下沢さん。弘前の出身だけども。あの人はもともと、下山喜八郎でやったんですが、同じ町代で、非常にまあ、食い込まれた女性がいましてね、押しかけ向こうになって、それでまあ下沢喜八郎なんですが、私よく冷やかしたの。あんたぐらいで品があって山倉沢作になってきた。ね、それで、すごい奥さんさ頭がなかったな。うん、奥さんがお茶を花を敷いて、せっきた出てたんで、下沢さんはな、歯がつくとあって座れるからいいのかも相手やった。そういうまあ、老体の時に、それでまあ、こう、本番歩いておった。それで仙台では、甘井さんの芝居になりましてね。まあ、特にあれでしょう、下沢さん先こそ見やったんで、相手が上手者であればね、安心して飲めたんでしょうし。まあ、それで、仙台市が、ヨーロッパのどこの国だっけ、姉妹都市契約したときに、施設が行くときに、青葉城に、城西にある、碑ありますね。あれを、崩したものを持っていくわけですよ。工場の月の。工場の月の市が、土井万世、土井万世って言うんですけども、土井万世が作ですけども、土井万世自体は仙台ですからね、九州の小倉の方で、柳川の間で、あの詩を作ったっていう説と、仙台でっていう説があるわけですが、まあ仙台の人たちは仙台で作ったんだと、こうなっているわけで、その日が経っているわけで、それをまあ、国っていうか、版画で、それを模して、それをまあ、向こうに持っていった。それを、下沢さん書いたの版画を、姉妹と姉妹手に持っていかれているんですよ。まあ、それぐらい、先代の人たちは、甘井さんのあれもあったということもあって、非常に下沢喜八郎さんは評価されていった。
まあもちろん下沢さんは俳人、俳句をやる人としても地方では知られておった。で同時に版画家としては村田志功の姉貴分でしたから、志功が版画をやりたいという気持ちになって川上住夫にから習いたいというのを川上住夫を紹介したのが下沢さんであった。それでまあ志功がこれも惑星って言われるいいですか、志功がその川上住夫についてやるわけです。星座の花嫁とか知らぬのベルチュラクとか初期の作品、それは川上の写しみたいなもんでしてね。そしてしかも川上住夫は色版画といって色を版の色の数だけ版を作らなきゃいけない、色ごとにするますからね。とかやってるうちに志功は戸惑うわけですよ。目悪いとこで重ねるのが、色重ねるのがずれたりするっていうね。それで色で白黒の版画をやりたいと。それでまあ相談を受けた下沢が紹介したのを平塚上一を紹介して、それで白黒になって、それで平塚の相手指導である程度やったのを大和シルバスになった、社会中大体そうになっていくわけですからね。ついずに今度はほれやっぱり初期に習った川上の色、版画の色を欲しいわけですよね。ところが版でやるとすればズレが来る、だから色重ねてもズレないようにする方法ねがっていうのさ、下沢が教えたのが裏から塗れと、裏手再生。つまり裏から塗れというのは下沢の発明じゃないんですよ。たこいが本でやったの。考えてみればね、たこいっていうのはかき割りなんです。版画もかき割りでしょう。墨で描く代わりに彫ってるんだ。ね。しかも裏から色つけるから重さでいないでしょ。に重なる、食べたのはわからない。だからそこの色版画のものは、手採石のものは裏いいな、裏採石。まあそういう中だったんだ。その下沢って人は ね、本当に山柄はさわさくなった時ありました。まあ。そういう余談がありましてね。それでまあその木工が今度はやる。そして当時に帰るね。おそらくね、当時場の、当時中に肩叩きが必要だと思うんだな。横さ入っていく。その肩叩きで、崩しが、逃げるやすく叩きやすい格だって。こうなったわけでしょ。そして当時終われば肩叩きに使ったそれば持って帰って孫さとかずぶらとしたものやってお前にはんで親がつらく帰ってきるとか世界人形みたいなやるとか、そういう具合にして今度はそれを上がって金寿司が初めから色をつけ柄をつけでという本業の合間に作ったと考えられるわけですよ、それからもう一つはズグルっていうのがありますね。小窓は違うわけ、ズグル小窓は新聞がこう実際取ってるけど、ズグルは下で土屋だけでしょ。しかもズグルは元からあれ入れなくてタバコ入れ昔のみんなこしゃこやってやった。でそれさタバコのあれバッと落とす皿子だったものついていたでしょう。あれを図芸入りって言ったんですよ。骨で作ったもの、木で作ったもの、いろいろついておった図芸入り、それをちょっと大きくして遊ぶ道具におもちゃに作って図芸入りになったわけ。初めに図芸入りもくれしてらはんで図芸入りで願ってやったんだけど、それでないわけですよ。そして、だいたい
全部流作に作ったのは、プラダテ。プラダテの記述なんですよ。大金の。で、そこではもちろんこけしも作った。それから、ぬるい湯も作った。それで、それが、ぬるい湯こけし、それから、大金、プラダテ、こけし、どこで違いあるかって柄でわかるんです、模様で。それは同じ柄でないんです。大体、あの、ぬるい湯で作ったのは、あの、花子、椿の花だとか、そういうのが多いんです。それから、お金の方は、あの、あやめだとか、そういう柄なんです。で、それに対して、弘前の、でも、あの、和徳で、一人だけ作った人、今はほとんど残ってませんが、川越という人が作った、眠れこけしっていうのがあった。顔は描いてるんだけど、眠ってるほうに 目が開いてないんです。なかなかいいこけしでした。あれ、惜しい、なくしまって、途絶えてしまいましたのに。まあ、そういう具合ならありがとう。で、その中で、後で有名になる森姫太郎こけし。あれはその頃最初は千病であったんです、千だけ。で、その後今度、形をすそべろにしたんです。大のところを広げて。ね。絵を描いて。なんで、そうなれば、もう、この役はできないわけです。あの、そこならば、捕まえねえもんな。それで、当時、森ひねのこけしを、スカートこけしってしまった。スカートこやったりなって。そして、柄は、あの、ただ、線になったり、唐草の柄子だけであった。で、唐草の柄をついたところで、まだまだ一つのね、愛のこけしってしゃべったんだ。愛のの模様とは違うんだけども。で、その後今度、あの、だるまを描くようになった動作。で、あのだるまの描くヒントは、あの、クリスと浪岡の間に本郷というところがあります。本郷の津川という大工が、冬場仕事なくなれば、あの、外仕事なくなれば、タコを引いたんです。タコ。それさ、書いたのがだるま猫であった。だから本郷のだるまタコという名であったんです。そのだるま猫が、どうさ、俺ひねが書いて、それで今度は最初作ったのが、だいたい三着ぐらいの三本ばかり作って、一本を四股さくれた、あの四股だとこで、これはね、増えずってしゃべって、それが伝わって、有名になりましてね。だいたい私、引っ込めつかないところで今もだるま書いてるけども。まあそういうので、お菓子が。で、まあそこで、あの、まあ今回も、あの、佐藤善寿さんという人の、だるま、あの、こけしも出てますが、私、ぬるい湯祭って、作ってる場所を最初に見せてもらったのが、その佐藤善寿さんの工房で、工房って仕事部屋でやったんですが、その頃はね、電動こけしで、あの、ろくろでないんですよ。あの、辛抱さ、縄前で、それで、引っ張れば回るでしょう。それじゃ忘れて削った。だから、縄引っ張る人と、削る人とが、二人に甘いねんです。奥さんと二人でやって。で、私はしゃべって、その、こけしすぐれ、そのせい、その船が汚れば前にねんさいって。だって、こき合わねば、ちゃんと削れねえわけですよ。だから、次に、その船が汚れしねえ前に。だから、それにあやかって、こけしばめな。だから、よくあの、一くり言われてるでしょ。こけしって、まあ、温泉座使って体、あれで、こけし買って帰れば、肌柄に恵まれる。だから、あの、こけしの作り方から、何から、肌柄と関係があるわけです。
そう思ってご覧になればいいと思うんですよね。もう終わりつかまったな。次は今度は近郊だけども、まあ近郊の方で鎌田の桑田のも出てますが、この中で非常にガラス出てますが、変わりましたね。青森でガラスを昆虫が採取できたのは、あれは昭和の初期ですね。鈴井の奥のね、笹ガラス工場でのできたの。聞いたことありますよ。記憶あるでしょう。笹っていう人は、もともと仙台から来たんです。仙台のガラス、職人が。っていうのは、仙台は、江戸時代から仙台ガラスというの。当時日本では江戸時代でガラスを作ったところが4カ所ありましたね。薩摩切子で有名な。それから長崎。それから、横箇所だな、横浜、江戸、それから仙台。それぞれ特徴あったの。特に江戸ガラスの場合は、切り子もありますけども、今でもちゃんと残っているのが江戸風鈴。ね。で、仙台のガラスは、よそと違って、非常に特徴あるものを作りました。どういうのを作ったかというと、ガラスで串、かんざし、くせる、そういうものを作ったんです。仙台は。それからすのこ。こう、目の目になって、今でもあれ、寿司屋さん行けば、ね、タバコを揚げて、置いてるガラスの、すだれだいたの。あるでしょ。ああいうのを作ったんです。なんで昔なぜならばあれ、コルメンズ屋が、井の前さ、店の前さ、コルメンズって書いたガラスのあれ、すだれ下げたでしょう。ああいうのを作ったんですよ。それでそこの職人が、青森へ来て、ここにさ、工場を作って、笹ガラス工場で。それでね、何を作ったかっていうと、浮き玉。浮き玉作ったんです。これはすごい当たったんです。特に北海道を抱えてますからね、漁師の人たちが。あれができたことによって、漁業の仕方が変わるぐらい、鉄網の、もっと大きさ出しにくくなったんです。それまで、漁師は、網を、定置網だのをやる場合に、受けに使っていたのが、霧の木だったんです。戦後も名残ありましたが、元は上磯、それから下北の海岸地帯に行くと、漁師のうちではほとんど安月さ、霧の木と、寸分上げの木を植えていました。ね。なんでそれをやったかって言えば、栗の木はある程度育つと、それを切って、栗の木っていうのは芯のところが空洞なんですよね。それを利用して縄として、そして麦にしたんです。それから、すぶがびは、網を染める場合に、かぎすぶで染めますから。ね。そして、さらに、網を作る場合に、もみ糸を、一旦、あれ、よりを戻さねえまいりんです。より強ければ、切れやすいんです。だから、ちょっと緩めなきゃいけない。そのためにもと亀沢台でも、海岸ね、こう、増え立っておったもんです。等間隔で。それさ、こう、糸を張って、それでより戻したんだ。その他に、江戸を戻すためにね、よりを戻すためにね、奨励して、わらはんでさえやらひだのがたこ揚げだわけだ。
タグ上がってが移動払えるでしょ、タグ移動が。あれでタグが回転したりすれば、よりが戻る。ああ、それでいいんですよ。だから、タグ上げ、今でも、タグ上げ大会って開幕でしょ。山の方でタグ上げ大会になってねえんだ。ね。だんで昔の人はね、ただ遊ばせるんでねえの。ちゃんと。うん。そしてそれを、その、よりも戻した移動を、それぞれの太さによって分けて、そして、かぐし部で染めて、取っておいて、雨を選んだところを補修する。そして使ったものなんです。ね。それで、それが、今度、そこが暮れの、わけですから、舐めるってあれどころは前にわけですよね。で、その、粗い舐めにも耐えられるわけが、そのガラスで作ったわけであった。これがね、それと、もう一つ作ったのは金魚バズです。まあ、金魚バズは結局、ロギを作る過程と、あるところまで同じなんです。やっぱ、拭いで、まあ、私もよく見ましたが、拭いでいるうちに、ガラスが、柵が、まあ、で、こう、肩で、こう、回しながら拭くわけで。で、まだ熱いうちに、焼くうちに、あれがね、の太いのが、こう、編んでおいたものさ、逆に置けば、金魚バズの不自由なっていうでしょ、あれ。そういう形になるわけだ。それつけてね、それで、まあ、大した情報が得られたんです。で、そこに、職工でいた高橋という人が、その後、その使うの、恵比寿屋って今、診断しありますね。あの場所に、北洋ガラスという工場を建てたんです。恵比寿屋のある場所は北洋ガラスの後なんだ。それが、まあ、その後、熱々つって、今、北洋ガラス。で、その北洋ガラスで、それから笹ガラスが、結局その吹き玉のガラス製品をやってるというのが、北海道の漁師の人たちも、大いに認識していた。そういうことあって、北洋ガラスで修行した、それが今度、北海道の、湯の川で、初めガラス工場をやりました。これ何でもやりで、廃業しまして、次に、小樽に今度。それが今、小樽ガラスで有名な地域でしょ。あれもともとそういう流れだの。それでまあ、ガラス、今は北洋ガラスが、まあ、まだやってますけども、当時のあれとはまた違う形で、オブジェみたいな形になってますけども、そういう形で今ね、残っているということになるわけです。あ、これは残っているのが何だ。あ、よろしいだ。塗り、早押しを見ます。塗りさっきもちょっと言いましたが、若さ塗り、それから、その、向こうの塗りが、こっちからの材料で成り立ったっていう最初の頃があったわけですが、同時にその、信政っていう殿様の時に、単にその、原料を、輪島とかそういうのを送るだけでなくて、向こうの、技術も逆に取り入れたんです。そしてまあ指導する人も呼んで指導させて。それで起こしたのが津軽塗り。ところが津軽塗りの特徴は、いうところの研ぎ出し塗りなんです。やる塗りを重ねたのを最後の段階で砥石で研いで、で文様を作り出す。で、研ぎ出し塗りの技法をやっている塗りは、今のところ、全国的に見て、まあ、代表的なところは3カ所しかなりません。まあ、一番有名なのは若狭、それから津軽、もう一つは四国の金馬。この3カ所だけや。ですから、この研ぎ出し塗りっていうのを、やはり津軽塗りの特徴、一大特徴なわけですよ。
それがいろんな、まあ、あの使う材料とか、それからその作る工程とかによって、それというかまだ名前ありますがね、ムドワのツガヌレという名称なかったんだろう。モンシャヌレとか、ナナコヌレとか、ナネヌレという、それぞれの名称であったもんです。移植たりしまったのは、最近ですね。まあ、相手が戦後ですよ。うん。つまるぬるでなくて、みんな違うぬるだんだろう。だから今も途絶えてしまったのに、一つに教えてもらうのは、タバコぬるでるあったの。タバコあれ、もどきざめタバコの、あ、細いでしょ、一歩一歩。あれを散らして塗ったの。非常に米柄になってね。今そのタバコ洗浄してね、ほんで。なくなったわ。という具合にして、やっぱり、それが、この二つ、あの、さっき書いた、伝統と伝承というものが、いわゆる、今風に言うと、本当の意味の地場産業。ね、産地消とかで、いいことは有権でも眺めてもらっていないんですよね。本当にそれやるつもりだが、今、そのかつてどうであったかということを遡って見直して、そこから学べるものを取り入れてやるのが、最も最終的には、生かされることじゃないかと思うわけです。まあそういうので、これからその、やる伝統と作るもの、あの、なお天気だけでなくて、伝統と作るもの、先の明るさというものをね、皆さんで、いただけていただければと思います。本当に今はしょった話になってしまって、しかもちょっと紹介しましたが、まあ、昔の船日が飛んでるくそうな話で終わるようですけども、もしも時間ある方でも、あの、この質問でもある方がございましたら。